どうもこんにちは、鈴川彩子です。じゃあ本日もですね、こちらマインクラフトポケットエディションやっていきたいと思います。前回ですね、ハカニエミマーケットホール作ったんですが、この違い、これ微妙にこの下のところ、ハカニエメンカウパーホール、フィンランド語でね、ハカニエミマーケットホールというのをこのブロックで掘って分かりやすくしました。それプラスちょっと屋台の数もですね、テントの数も増やしまして、そして結構ね、これね、夜がね暗くなっちゃうんですよ。なのでこの光る石、ここね、この時計台の真ん中みたいなところに光る石だと電柱みたいな感じで点々と置きました。おー、そしてまあ一応このマーケットホール完成と、あ、そうそうそう、あと見てください、これフィンランドの旗。コメントでね、まあ旗は立てた方がいいんじゃないかっていう意見がね、あったので、まあせっかくなので元の旗は残しつつ、こんな感じで立てた旗も作ってみました。おー、はいはい、こっちを向いて、ここにですね、この駅舎がドーンとあります。おお、上向いちゃった。ここにね、ここら辺に駅舎がドーンとこっちを向いて立ちます。そして奥にですね、その駅舎の奥、ホームがそのまんま広がっている構造だったので、ホームを作りたいと思っております。このハカニエミマーケットホールのまんまこのタイルを広げてくるか、やっぱ地面ね、そのまんまもうつなげちゃった方がいい気もするので、こっちの方ね、駅ここにガッと横に作りたいので、タイルをこれ敷き詰めましょう、こっちの方まで。ここら辺もひたすら置いてきます。終わんないねだいたいここら辺までをね、あっちのあそこら辺から石下引きたいんですけど、いやちょっとこれは時間かかりそうだな。さあさあさあ、ちょっとどうですか、かなり時間がかかりましたが、こんな感じで石レンガを敷き詰めました。まだね、この奥、こっちの方もね、いずれ敷き詰めることになると思うんですが、まあ、とりあえずこの今から駅を建てる、この辺りですね。この辺り。はいはいはい。ここに横向きにこうね、駅を建てたいので、タイルを敷きました。こちら、私が今手に持っている模型が、まさにそのヘルシンキ中央駅でございます。これはフィンランドのヘルシンキ市内のお土産屋さんで、購入しました。かなりね、これ駅ので、まあ模型的な感じで、裏面ですね、こっち、こっち側にホームがずらっと続いております。そしてこっちがね、外から街から入ってくる駅の入り口です。見てください、石畳になってますよ。この模型を見ながら、今回私はヘルシンキ中央駅を作っていきたいと思います。でまずですね、これ上から見たらね、まあ、T の字、アルファベットの T みたいなね感じに、まあとりあえずこんぐらいかな、真ん中は。お、奥に、あ、ずれちゃった、ずれちゃった。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃない、いいんじゃない。どうかな、いいんじゃない、ということで土台完成。わー、じゃあちょっとここにですね、次回から、がっつりこの駅舎を建てていきたいと思います。はい、ということでありがとうございました。